るアラウンス設定、会社員の時手取り14万円だった僕が無職になってめっちゃお金増えたという話をします。あとはアラウンス設定の話でした。おめでたいことに日経平均株価が34年ぶり最高値、ここは通過点に過ぎない。2024年2月22日3万9000円を突破しておよそ34年ぶりに史上最高値を更新しました。僕も生まれてない年です。89年って言ったらもう生まれた時から不況しか知らない。僕を含めね、お祭りムードが漂ってる日本、これは3、40年のデフレからお金の基準が水増しされていく現象が加速しているから、今何が現象が起きてるかっていうと、お金の価値が水増しされていく現象がどんどん今後加速していってる。だから日経平均っていうのが数字が評価が上がって当然なんです。お金を他の資産に変換していないと資産が価値が目減りしていく。 5% のインフレが日常的に起こっているので、2000万円貯金したところで100万円で年間勝手に減っていっちゃうんですよ。だから投資をするっていうのは、やってる人たちの僕のポジショントークからすると貯金より手堅い守りの手段なんですよ。投資を知らない社畜たちと投資を行っている知っている人は年間 10% の差がついていて、2000万円の資産だったら200万円働いていないのに差がどんどん開いていくんですよ。200万円といえば軽自動車を購入できるし、子供の教育費にもできる。お金がないから進学させることができなかったとか、そんな親って犯罪レベルだと思うし、親の責任なんです。このチャンネルの視聴者は YouTube だけではなくゲームとかたくさんの娯楽がある中、大人になっても勉強している社畜ではなく人間らしいグループだと思います。僕の1ヶ月間の利益は株式で22万円、事業所得とか合わせると34万円ぐらいです。みんなは儲かっていますか？結構株チャンネルを僕はライバル分析するんですけど、行動に移さない情勢とかニュースを読むだけのチャンネルが結構多くて、あれ、この人たち結構見てる人たち視聴者って儲かってるのかな、ちゃんとっていうのは疑問です。儲かったつもりが結構初心者にありがちなんです。勉強しようと思って儲かったつもりで見て、あ、すっきりしたみたいな、おいおいおい注文しろよと。やっぱり数字で見えて実績に利益出してるよっていう人たち、素晴らしい、お疲れ様です。もう結婚してほしいです。これを見てください。会社を辞めた年が2022年、会社辞めてからスピードが上がって300円だったのが2年で600万円になって、今年は800万円になる予定です。まあこれも軽く超えていくでしょう。会社員時代の給料が手取り14万円でしたので、働かない方が 2,3 倍儲かる。どういうことだ、嘘のような話です。毎日不思議に思っています。お金と周囲人間の意識、これを歪める方法が投資と今回は結論付けます。お金とは普遍のものではなく、常に価値が揺らいでいることを念頭に置いて投資していきましょう。そろそろ本題に行きましょう。僕が安定した利益を出すのは、動き出した銘柄アラームを設定しているからです。いつ買おうかなというか迷わない。 YouTube で株チャンネルを眺めていても夢を見ている社畜と変わらないです。行動しなければ現状を変えられない。さあ、動画をテレビに表示させて、スマートフォンを手に取ってアラームをセットして実績を作っていきましょう。2月最後に仕掛ける銘柄を紹介していきます。儲かる証券番号2782セリア。見ての通り儲かってます。17,500円で、もう100株持ってるので、まだまだ上がっていくので買い足していこうと思います。というのもね、NISAだったので細かいアルゴリズム設定ができないんです。日足チャートを見ても、去年の12月から上昇一択、そして週足月足を見てみると、トレンドの変換しているのがわかります。じゃあどこまで上がるのかっていう指標、売上っていうのはね、連続して上がっているわけなので、この月足の7000円を超えるっていうのも普通に想定できるんです。出来高が去年の12月今年の1月あたりに集中しているので、ここがピポット、起点なんです。さて、儲かるアラーム設定に行きます。上の値段3075円、これタッチしたら買えます。安い値段で買えばいいじゃないの、2750円に買えばいいんじゃないのってなんですけど、まあ僕の場合は最近はちゃんと上がりを確認してから購入することで、パフォーマンス勝率っていうのはかなり上がりました。見ての通り、冒頭でも話したように安定した利益っていうのは出しているので、本当に働くって何なんでしょうね。売上とか指標を確認していきましょうか。売上に関しては10年間こう滑らかに右肩上がりになっています。安定した需要と供給が保たれているんでしょう。また視野を拡大していっている、店舗は増えていっても、それでも売上はそれに準じて増えていっている。なんでこの PR とか指標っていうのはどんどん割安になっていくべきなんです。でセリアって配当金が意外と高いんです。 2.3% だいぶ上がったから下がっちゃったか。余剰金と現金同等物の推移、貯金です。これがずっと上がっていって、今現時点だったら965億円ぐらいに貯金があります。だから減配の心配っていうのはないです。配当金の支払い月は6月と12月、信用取引で持ってるとキャピタルゲインはもらえますけど、この配当金の権利とか優待の権利っていうのはもらえないので、
で注意してください。配当利回りは 2.3%、 PR が 24.2%。 これは業界だと安いって前回も言いました。類似企業比較をいきましょう。100円チップ、同じキャンドゥとかワッツ、オンツーとか、この PR を見てみると29、だいたい30くらいで、これも28くらいで、セリアが25。ちょっとまで安いんじゃないの、だいぶ安いんじゃんとは違うってまで思うじゃないですか。でも PR っていうのは株価収益率なんで、株価に対する需要、これがつまり何で決まるかっていうと人間の意識なんです。これだけ知名度が高いのに、知名度が上がればディズニーランドみたいに PR が80とか100近くあってもまだ上がっていくんです。あとは食品業界も急になくならない業界なので高めになるんですよ。それを考慮すると PR25 っていうのはまだまだ安いなと。前回も見たように売上も上がっているので、 PR っていうのも今の株価だと安くなっていく。これはやっぱり投資家が割安だな、動き出したな、もうみんな便乗しろって乗っかってるのが伺えます。株価がこう上がっていって、ここ急に買いが集まってきたから、この株価の緩やかな上がりよりは急速にこの PR が上がってるじゃないですか。急に買いが実践です。自己資本比率も 80% 近くあるので、もうかなり有料です。もうちょっと説明するんだったら、自己資本比率が高いっていうことは負債が少ないわけなので、そこに支払う利息金利っていうのが少なくて見通しが立ちやすい。だから投資家の評価っていうのも高いんです。配当金も10年間上昇している。ただ、配当成功が 50% を超えてるので、そうだな、余剰金はあるけど、一時的であることを祈ります。時価総額は2200億円なので、まあなかなかチャートとしては手堅い動きになるんじゃないかな。株主構成比率を見るんだったら、日本の法人と外国の法人が大きな影響力を持っている。だから一気にガクンって方向が変わる可能性もあるわけなんです。まあ、逆に、まあ、法人とかが買いに向かってるわけなんで、逆に売りに行く法人っていうのはないんです。だから方向が揃っているから、こういう強力なトレンドが発生している。まあ問題はどこまで続くかなんですよ。僕の予想としては4000円以上普通に上がっていく。まあもちろん波を打っているので、一時的にめちゃくちゃ下がるとか停滞の期間があると、は思いますけど、そこはアルゴリズムを利用して上がってる時だけにエントリーをする。そうすることで資金効率を 30% 以上に保つことができる。あとは ROE っていう資本効率っていうのかな、資金効率か、これが 10.3%、 他の類似企業を比較しても 2.1%、 5.3% なんで、かなりいいです。もっと評価されるべきです。さて、アルゴリズム注文に行きましょう。現在の株価が3025円なので、今買ったと仮定します。アラーム設定の上の3075円、まあこれで買っても OK です。損切りラインは2753円に設定して、完全に利益が出し始めた3207円の時からトレーディングを開始して、最高値から 3.5% 下落をし始めたら利益を確定一旦します。またすぐ上がるようだったら再エントリー。無駄じゃんって思うかもしれないけど、こういう切り返しをしとかないと、本当に下がり始めた時にまだだ今だ、いやこの時だけはとか、それこそパチンコのギャンブラーと一緒なんで、そこはちゃんと損切りしないとダメです。さあ次の銘柄行きましょう。儲かる証券番号7762、シチズン時計。最近あれやこれや現物がフルポジションで買っていって、もっと買いたいな、もっと資金効率上げたいなと思ったので、信用取引で買ってみたんです。そうしたら信用取引でもアルゴリズム使えるんです。当たり前といえばそうですけど、気づかなかったな。リスクっていうのは抑えられていて、リターンが高く保証されているわけなんで、しかもこのアルゴリズム6ヶ月以内に絶対売るような性質になっているので、利回り 30% に磨きがかかるはず。もっと儲かると思ってます。チャート図を見ていきましょう。まあ2年前からずっと上がり続けている銘柄です。いつ下がるかな、まあ指標が大事になってきます。2月中旬に大きな買いがあったので、ああまだまだこれから上がるのかっていうのが伺えます。さあアラーム設定しておきましょうか。ここからだいぶ急に上がり始めたので、もう一回上がるのをちゃんと確認してから買っておきたいところです。その値段が1120円、そして下の値段が1004円、これを下回ったらしばらく停滞するのが伺えるので、今上がっている銘柄にエントリーした方が資金効率の高いでしょう。シーズン、どんな会社なんでしょう。腕時計の大手、電波時計に強み、工作機械、情報機器、電子部品にも展開。配当利回りは 3.68% なんで、いいですね、すごく。なので、持ってます。もっと上がりを確認しているので、買いましょうと。もう信用取引で、さらに資金効率を。リスクっていうのはアルゴリズムで保証されているので、限定されているので、それを考慮して、売上っていうのは横ばいです。日本の人口が減少していくし、
し、僕はスマートウォッチのギャラクシーウォッチを使ってるんですけど、アップルウォッチとかこういう機械とは別の分野なので減ってくるんじゃないかなと思うんです。バイトキは先ほど申し上げた通り 3.7%、 意外と高い。まだまだこんな銘柄が残っていたんです。エッサも絶好調。第3クォーターの経常利益が 12% 増し、第3クォーターも 32% 増益。株価指標見ていきましょう。PR が 12.8 倍、累積企業比較をしていきます。カシオ計算機が 19.8 倍、セイコーグループかな15倍、でリズム80倍。これを見て一番低いのがこれです。シチズン。セイコーも意外と株を買ってもいい対象かもしれないです。配当が 2.4% なんで、同じリスクとしたら、あとは人間の意識に反応しているかどうか。株価が上昇しているのに対してちゃんと追従していっている。ただ PR が去年の5月ぐらいなのに対して株価がずっと置いてきぼりになっていってるので、まだまだ注目が集まりきれていないんじゃないか。だから買ったんです。じゃあ次 PBR は 1.1 倍、 ROE の資金効率は 9.5%。 機械工学系の分野だとこれはめちゃくちゃ高いと思うんです。ほら見ての通り、セイコーグループが 3.5%、 リズムが 2.7%、 あとカシオでも 6% に対して 9.3%。 どうしてこんなに高いのかはわからないし、どうでもいいんですけど、でも投資家の評価が高くなって機関投資家の買い候補にもなりそうです。そして配当金は34円の時でも配当成功 40.3% だから、まあ、高いけどまだ許容範囲です。時価総額は2650億円。金融機関が抑えてるんだ。株主構成で言うと個人の割合も 30% あるので、イナゴとして観測しやすいんじゃないということで、アルゴリズム何円に設定すればいいかを見ていきましょう。見た時が1087円だから、ちょっと上がった1150円で買い増しをしようと思います。損切りラインは1047円で、あれ、いやもう下げトレンドに入っちゃったかな、予想外だけど株ってそんなもんだよねって。あとは購入してから 6% ぐらいの利益が出したんだったら1219円、ここでトレーディングを開始する。そして最高値を更新した 3.5% 下落した43円落ちたら利益を確定する。そしてまた次の機会を伺う。じゃあ買うまでのアラーム設定の復習は、上が1120円で下が1014円で再設定です。次の銘柄いきます。儲かる証券番号2117、ウェルネオシュガー、株の買い時を考えるチャンネルがすごいかっこいい名前って言ってました。この銘柄はすでに僕が1万540円儲けた銘柄で、もう一回買おうかなと再設定しました。週チャートを見てみましょう。上昇トレンドを続けていて、週足を見てもいきなり窓をつけて上昇しています。どこまで上がるか足元を確認するために指標を見ていきましょう。現在の価格が2303円。で、アラーム設定を先にしておきましょう。もうこんなもんかなと。50円上に上がった2350円。これでアラーム設定。そして下の値段が2249円。これは下げトレンドに入ってるだろうと。再設定が必要な値段です。何を作ってる会社なんでしょうか？砂糖みたいです。健康産業も。なんで僕これ選んだかっていうと、配当金が高くて、利回りが 3.99%、4% めちゃくちゃ高いじゃないですか。ずっと持ててもいいし、動かなくても。配当金の支払い月は、6月と12月。優待もさらにあって 0.43% に相当するって書いてあるので、総合利回り 4.42%。あ、知らなかった。優待権利確定月は3月、もうすぐです。100株持つことによって1000円相当、3年以上だと2000円。僕のアルゴリズムを推奨してるので、皆さんこの1000円でしょうね。優待欲しくて利益も欲しいっていう人だったら、やっぱ200株売るやつと取っとくやつです。配当金もめちゃくちゃある。で、優待もあって嬉しい。3月で近い。じゃあ指標を確認していきましょう。まず気になるところが PR 株価収益率が 15.1%。食品関係を考慮すると、また割安と思うし、類似企業比較を見ていきます。砂糖のこれ DM 三井製糖っていうんだろう、これが14倍、富士日本製糖が12倍、塩水港製糖これが 6.1。 あら、なんと意外と 15.1 倍で一番割高だった。業界を見ると意外と砂糖の業界っていうのは配当金を高く出すんですね。これ 3.74%、 3.129。 自己資本比率は考え方に違いがあるようです。ウェルネオシュガーっていうのは自己資本率 74.7%、 非常に優秀。まあ、借金の負債率が少ないわけなんで、資金効率が良くなるし、投資家の評価としてプラスにもなるし、利子が減るので、PR の時系列、これは参考にならないな。売上としてはほぼ横ばい。そうですよね。砂糖が急に食べるようになった、流行ったとか、昔から
砂糖っていうのは美味しいので、あとは中毒性がある、依存性があるので、砂糖っていうのはたまらないです。配当支払い月が6月と12月、株主優待かな、3月と9月があるから1年間に4回楽しめるってこと。うん、甘いね、甘い銘柄。 ROE の資金効率を見てみよう。 1.5%、 これめちゃくちゃ低いはず。そうですね、業界でトップクラスに資金効率が悪い。なぜそういう風になったんだろう。単純に当期利益が下がったからかな。自己資本比率が下がるっていうことはないだろうし、意外と薄利多売の業種なのかな。時価総額は755億円。株主構成は法人で構成されている。で、優待があって、一般人の囲い込みっていうかな、呼び込みもあるから、20% にちょっとずつ増えてきたのかな。これらの指標を見てきて、まあ、致命的な欠点っていうのもないし、配当金も高い、優待もあるっていうのが分かりました。さて、アルゴリズム設定に行きましょう。現在の値段は2303円。だからさらに50円上がった2350円で買えたとします。損切りラインは2139円、絶対損切り。そこでトレーディング開始が2491円、ここからトレーディングを開始して足し値を自動で上値修正していく。アラーム設定が2350円、上の再設定が必要な部分が2249円。以上です。じゃあ次の銘柄に行こう。儲かる証券番号8304、青空銀行。結構株チャンネルだったら有名だと思います。ここ大きく下げてるんです。チャートを見てみると、大きく 10% ぐらいね、3200円から2000円くらいに急下降したけど、上昇し始めた。ここが底値だろうと思ってみんな買ってきてるんじゃないかな。週足規模で見てもかなり大きく売られてます。株主構成を見てなんでこんなに売られるのか。法人とか機関投資家じゃないと売れないですよ。これだけ。月足を見てみると結構下がってるし、いや過去にもこれだけ下がったことはあるのかな。それはそうと先にアラーム設定をしてきます。僕先に見てきました。現在の値段が2449円、そして上のアラーム設定が2549円、そして下の再設定が必要なのが2418円。今後上がっていくだろうと思うので、下の値段は浅めに設定しています。売上は横ばい。配当支払い月多いです。6月9月12月3月。権利確定月って書いてあるけど、民株には何も書いてないです。利益の余剰金、これ急に2021年増えてます。現金同等物。配当利回りは 3.1% 高い。すごいです。銀行に貯金して、定期預金でも金利 0.1% で、銀行の株を買えば 3.1%。最初から 3% にしろよと。PER は 13.2 倍。ウェイチ企業見ていきましょう。いそなホールディングスが 12.6 倍。で、三井住友トラストホールディングスが 50.8 倍。結構デコボコしてます。一般的には低いとは思うけど、憶測に過ぎません。PBR は 0.7 倍で、割安とは言われていますけど、実際に日経平均が最高値を更新したような好景気の時にはあまり機能しないんです。底堅さを知るために PR、PBR っていうのは利用される風習っていうのかな、習慣があるんですよ。自己資本比率が 5.2%、 これ極悪なんですけど、銀行業界だと普通なんです。どうしてかっていうと、お客様から借りたもの、預けたお金で成り立っているので、つまり他人資本なんです。だから自分のお金っていうの 5.2% めっちゃ低くなる。銀行っていうのは ROE の資金効率っていうのが高くなる傾向にあるんです。どうしてかっていうと、さっき言ったように自己資本っていうのが極小、ちっちゃいので、この分母が小さいと利益がちょっと大きくなるだけで数字っていうのは高くなるので、まるでいいように思うんで、初心者が結構騙されて買いがちなんです。だから相場とかこの特性を見てちゃんとエントリーをすべきです。配当金はほぼ横ばいで、ここはイレギュラーだとして、普通は配当成功 5、60%、 ちょっと高いとは思うけど、現金同等物が上昇しているので減配っていうのはないのかもしれない。時価総額は2862億円で、株主構成は個人が意外と多いんだ。個人が株主構成比率が 62% 占めているので、これガクンってここまで下げるっていうのはなぜでしょう。わからない。説明ができる人多分いないです。まあとりあえず反発は容易に予想できるので、アルゴリズム設定に行きます。2560円で買えたとします。そして撤退損切りラインが2330円、そしてトレーディング開始のラインが2714円。最高値を更新して下がる、 3.5% 下がったら利益確定を行う。復習でアラーム設定2549円で上ピピピってなるようにする。ここでエントリーの準備をする。2418円、これを下回ったら上の2549円、これを下に修正する。次の銘柄行きましょう。次の銘柄は証券番号8002の丸紅。どういう会社なんでしょうか。扶養グループの総合商社。
穀物、紙、ペーパー、エネルギー、プラント、輸送機、脳科学に強み。結構株主説明会で頻繁に見るんですよ。だから僕の予想だと個人投資家の割合が高いだろうな。あと図を見てみると、まあこれも順張りで冷やしチャートで、週足を見ると一旦押し目買いというかな、鈍ってる。待機時間です。ちゃんと上がりを確認してからエントリーした方が均効率もいいです。この停滞したところは去年の7月に買ったとして値動きがずっとやってないということですから、これずっと持ってても配当金を除けばね、全く仕事してないと一緒ですから、もう上がってる銘柄に持った方がいい。てか、ちゃんとアラーム設定を、これこそしないといけないんじゃないかな。というわけでアラーム設定をいきます。現在の値段が、見た時が2495円。で、この時ね、52円一気に 2% 上がってるんで、あれ、これもう上がりできたのかな。さて、上の値段が2574円。これで上に。下の値段が2410円。これはわからないです。上に行くのか、下に戻るのか。さて、売上とか指標を見ていきましょう。利益、余剰金、現金、同等物の推移は、売上は右肩上がり。問題なさそう。多少ボコボコしてるけど、特に致命的な問題はない。細かい数字僕見るのめんどくさいので、もうこんな感じでいいんです。それで儲けてきたので、配当支払い月は6月と12月、配当利回り何パーセントかあって 3.3% 悪くない高い。配当成果 24% なんで全然堅調良好ですね。 PR が9倍。時系列を見てみると株価が急な変動するのに対してPR っていうのは少し鈍化してる。ちょっと鈍いんですかね。人間の意識なので。この凹みなんか、株価は大きく凹んでるけど、PR っていうのはここあんまり凹んでない。だからみんなはまだ高いと思っている。だから株価は元に戻って反発した。とも考えられます。PR の、業界で見てみると、最安値。三菱商事が42、伊藤忠商事が 12.1 倍、三井物産が 10.3、丸紅が 9.3、 一番割安。自己資本比率は同じレベルです。 ROE の資金効率、これも同じレベルなんだ。消費者になると同じくらい安定してくるのかな。時価総額は 4.18 兆円なんで、これまで取り扱った中で最も大きいです。となると株主構成は金融機関と外国人の法人で占められています。法人が少ないのは優待がないからなのかな。さて、アルゴリズムの設定に行きましょう。現在の値段が2495円に対して、さらに僕100円上がってちゃんと上がりを確認してからの方がいいので、2600円。損切りのラインが2366円。トレーディング開始の値段が2756円で、最高値を更新した 3.5% 下落したら、損切りするアラームの再確認です。上が2574円。そして下が2410円。今日見たけど特には問題なかったです。致命的なやつは。あ、そういえば僕買ってたんだった。だからこうやってちょっと利益出てる。とにかく次の銘柄行きましょう。VTuber だったら絶対知っている。儲かるエニカラー。証券番号5032。エニカラーは結構分かりやすい動きをすると思うので、定期的にデイトレードの勉強したりとか、200株持って利益が出たら100株だけ売るっていうようにしています。これを見た感じ、エニカラー5000円儲かったり、2万4000円儲かったりしてる時があります。今結構チャートを見ると下の方にあるんです。冷やしチャートを見て4000円いかないぐらいと、下が3100円くらい。このレンジ相場を2年くらいやってるんです。直近今3040円の下限に達しています。僕100株を持っててずーっと下がって評価額が下がってあまり気分が良くないです。それでも応援したいし株主総会に出席したいので持ってました。ここまた底値に入ったかなと思ったので100株を買い増そうかなと。だったら信用取引で300株保有しようと考えています。なんて言ったって指標を見ても割安なので、エニカラーってあの VTuber 事務所で2020年から急速に発展した企業なので、この現金同等物の、まあ、貯金が結構急速に増えてきてます。100億円。まあ、配当もないし、優待もないです。売上に関しては、僕がポジショントークで言うんだったら、上がっていく一方だと思います。VTuber っていうのはアイドルなんです。夢とか、あと、そういうのを語って、私はこういう夢があるから、皆さん応援してくださいみたいな、世界が終わるとき、どういう声をかけてほしい？ボイスを販売します。周り、娯楽が、昔は車だけで走り屋とかがいたけど、僕そういう時代を見てきて、70年ぐらい、生きてきたけど、まあ、人生2回目でそんなことはどうでもよくて、これだけ娯楽が溢れていて、でも自分は社畜として働いている人たちが大勢いて、夢っていうのを見失って諦めて、いや大人になるっていうことは諦めることなんです。25歳の時からいつからか死んだ魚の目をしたような人間が電車で毎日見るようになって、もうこういうやつらに僕はなっていくのかとか、やりたい夢もないんだろうなと。自分はやりたいことがない。だからやりたい人を応援しよう。そこに生きがいを感じるわけなんです、大多数の人間は。
まあ投資家 VTuber としてのポジショントークとしては何の有益でもない、見たからといってお金が増えるわけでもない、女の子にモテるわけでもない、またその女の子と結婚できるわけでもない、なのになんでスーパーチャット5万円とか1万円とか万単位のお金をつぎ込むことができるのか、みんな投資家でファイヤーしてんの、お金回ってんのみたいな思うんですよ。ここはね、これは私、僕のことですね。ただそういう社畜みたいな人たちに支持されたいかというと絶対そうは思わなくて、有名になろうとも思っていないです。富裕層だけに支持されて、貧乏人とお金持ちがちゃんと隔離されて区別されて差別される世の中であってほしいと僕は思っています。これは本心だ、資本主義の。おっと、絵にからなのでつい語ってしまいました。人を応援したりストーリーを見るっていうのは僕も面白いです。ただその動画を視聴している皆さん、ちゃんと目的、自分自身の今を生きてほしい、自分の環境も変えられないような弱い人たちに見られようとは思っていないし、ちゃんと自分の意思を持って僕を見てほしい、応援してほしい、真っ当な考え、お金持ちっていうのは少数派なんです。だからこういう人たちの考えとは沿わない、だから極力干渉しないようにするんです。お金持ちってそうやって肩身の狭い思いをずっとやってきたじゃないですか。だから社畜っていうのは僕は死んでほしいとは思ってなくて、どんどん増えてほしい、納税してほしい、そしてストレスが溜まりまくってタバコお酒を飲んで早死にして年金もらう前に死んでほしいみたいなと思うんです。お金持ちの性格のいい人だけが生き残ってほしい、いや僕の周りだけで、でも母数はバカな社畜で 99% 世界を構成されてほしいなと思っています。操る側になるのはこの 1% の僕たちだと、こっそりね。エニカラーってできたばっかりの会社なので、自己資本率、たくさんの人からお金を調達、銀行とか機関からお金を調達して新しい機材とか人を雇うべき。だから自己資本比率っていうのは下がる。20% くらいとか 30% になるはずなんですけど、81% っていうのは意外なんです。つまりこれはちゃんと自分の儲けた利益で運営されていくことが余裕だなって。まあそりゃそうですよね。ボイス販売とか限定ライブ配信、動画配信っていうのは原価0円で在庫を抱える必要もない、グッズも受注生産をしているので在庫を抱えない、あとは娯楽に関わる出費なので、みんなこれが安いか高いかとか考えなくて麻痺しちゃってるんですよ。だからこんなんで PR が19倍っていうのは安すぎるんですよ。もう東京ディズニーランドかそれ以上と考えるべき。ちなみにオリエンタルランド、東京ディズニーランド、夢の国の PR は 73.6 倍、これが適切見本だとして、エニカラーっていうのはよりオタク、社畜に結構寄り添って身近な存在になるので、70とかそんなもんではないと思うんですよ。まあ、してはこれ20倍っていうと、まだまだ2倍にも3倍にもなるっていうのはトレンドで知ってるので。 ROE っていうから資金効率です。これは自己資本比率が高い、 80% の高いのに 40% 近いっていうのはありえない高さなんです。復習です。 ROE 資金効率、これは自己資本比率が高いと不利になっていくんです。めちゃくちゃ利益を出してるってことで、時価総額は1912億円、で株主構成は個人が 66% を占めているから、やっぱり単調な動き、分かりやすい銘柄だからデイトレードしやすいと僕は思ってます。たくさん語ったところでアルゴリズム設定に行きましょう。見た時が3040円、だから結構上に確実に動いてからと思って上に設定してあります。3200円、損切りのラインが2912円、まあここまで落ちることっていうのはないでしょうけど、トレーディング開始が3392円、最高値を更新して 3.5% 下落したら利益確定を行う。はい、復習、上の値段が3200円でしたが1010円。さあ残り3銘柄いきましょう。証券番号9142、九州旅客鉄道、今日も 1.22% 41円上昇して3411円、上昇トレンドを継続しています。で定期的な出来高の買いが入っていますよね。だからその度に母数っていうかな、エントリー者基準値っていうのが変わってきて上値に修正されていってるんですよね。さて週足を見ていてこれ以上上に行くのかっていうのが問題、僕が疑問視しているところ。鉄道旅客なので自動車産業とはまたちょっと違うので、僕がトライしたことのないジャンルです。一応アラーム設定を上が3445円、そして下を3320円で再設定するようにしています。おそらくエントリーして利益が出るんでしょうね。売上を見ていきましょう。売上はまあ減少していない、ここは多分基準値が変わったのか誤算なのかな。現金余剰資金が1644億円、前見たエニカラの方がめっちゃ持ってそうですけど100億円ですからね。これは旅客鉄道は1644億円めっちゃ持ってますね。配当金は 2.7%、 優待は鉄道優待券とグループの優待券、
まあ、これは名鉄も同じような優待が出回っていますよね。総合利回りは 3.45% なので、なかなかいいんですよね。100株以上で5枚、500円相当だから2500円。1000株以上っていうのは役員ですよね。絶対役員のために持ってるんですよね、これ。もちろん優待をもらいたかったら現物で、信用取引は単に値上がりだけですね。値幅って言った方がいいかな。売りもできるから。PR が 12.6 倍、類似企業比較で見ると東海旅客鉄道が 11.3 倍で、西日本旅客鉄道が 18.5 倍、そして西日本鉄道が 11.1 倍だから、まあ中間並み。まあただ上昇トレンドが形成されていってるので、この 18.5 倍まで上昇するの可能性が高い。資金効率は業界だと結構上の方、自己資本比率は 41%、 まあこれはどこの業界も同じくらい。時価総額は5360億円で結構大きい。株主構成は金融機関とその他の個人、ガクンって売られることが想定されます。ただ前回もね、金融とか法人がもあんまり持ってないのにガクンって落ちた青空銀行がそうでしたね。なんでそんなに下がったんでしょうか。だからあくまで参考にしか過ぎないんですね、やっぱり。でも勝率をね 1% でも上げるためには分析が必要。何にも分からずに購入するのは博打パチンコと一緒なんで。さて値段設定いきましょう。はい、3411円で、それからちょっと上がった3470円でエントリーします。そして損切りラインが3158円で、トレーディング開始の値段が3678円で、利益確定が 3.5% 下落した値段、まあ上から130円ぐらい下落したらですね、アラーム設定の確認でちゃんとしましたか、設定しましたか。3445円で上、下が3320円で。次の銘柄に行きましょう。証券番号6902のデンソー。これは僕の得意な分野ですね。自動車業界なので。チャート図を見てみるとずっと上がってるけども、急に上がりすぎなんですよね。だから、一回下げてこないと、過去のデータ分析が異常に上がりすぎなんですよ。そして12月後半ぐらいにまとまった出来高があって、そこがベースになっているとは思うんですけど、もうここでそろそろ売り抜ける機関投資家がいるんじゃないかな。だからアラーム設定が必要ですよね。大切です。上の値段が2800円で、下が2620円。これはね、アラーム設定、正直言うと自信がないです。いや、上がりすぎなんじゃないかって僕は思ってるんですよね。だから一回下げを確認し続ける、トレンドが確認変わるまで待った方がいいな。一応ね、細かい分析はせずにさらっと流そうかな。2580円で、損切りラインが2348円、トレーディング開始が2735円で、利益確定が 3.5% 下落した96円、下がったですね。そうだな、今回紹介する銘柄は9銘柄ですけど、僕の体力を考えると8とか7が限界のようですね。デンソー、時価総額が 8.21 兆円で超巨大。確かトヨタが30億円で日本一でしたっけ。 PR が 19.9 倍。お、なんか前に紹介したもん 19.9 デジャブかな。で、トヨタ自動車とかが10倍とか、多分自動車業界はそれくらいだと思うんですよね。だからデンソーとかトヨタ自動車機が20倍って言うと、もうすでに反映されてきてるんじゃないかなと思います。だから自動車業界を、次ホンダを紹介するので、これを買った方がいいんじゃないかなと僕思いますね。お待たせしました。最後です。もうね、体力が。証券番号7267、ホンダ技研工業。まあ、自動車業界っていうか、どの銘柄もそうですね。上がりトレンドになっている。じゃあ問題はね、今エントリーしても大丈夫かな？エントリーした瞬間に下がるっていうこと結構あるあるだからね。PR っていうのが僕は注目すると 8.5 倍。類似企業比較を見てみるとわかるんですけど、トヨタ自動車最高益を達成して有名になって 10.6 倍になりました。それと比べて、ホンダっていうのは 9.1 倍で、割安なんですよね。日産自動車もね、割安なんで僕は持ってます。最近日産の自動車デザインいいですよね。時価総額は 8.73兆円。もうホンダ技研工業っていうと車のメーカーかなって思うかもしれないけど、実際は二輪と金融サービスですからね。で、もうちゃ儲かってるんですよね。もう四輪なんかも見てください、これ。ちっちゃい 1% くらいからもうどうでもいいんだろうな。もう最近手抜いてるの分かるし、もう足回りもね、ダブルフィッシュボーンじゃなくてスタビライザーをオデッセイで採用するとかありえないでしょって。オデッセイもなくなっちゃうし、配当利回りは 3.22% で、高くて優待も設けられているんですよ。ホンダのカレンダー。僕、カレンダーもらったんですけど、しょぼい。A4 のね、ちっちゃい大きさで、もっとね、壁紙に貼れるような、
日本航空、アナとか JAL とか大きいカレンダー欲しいんですよね。それ以外は特に魅力的な優待というものはなかったですね。ホンダの売り上げっていうのはバイクとか車の売り上げに比例するっていうイメージがあるんですけど、もう金融で儲けているんですよね。三菱商事とか伊藤忠商事とかそういう部類、お金を回して会社を買収してその利益で成り立ってきているので、売上っていうのは増えていくと思うんですよ。だから新NISAの対象としてもそのホンダっていうのは魅力的な銘柄ですね。まあ迷ったら300株ぐらい持ってアルゴリズムを使用するのが半分くらい、そしてもう半分は年金として持っていく、個人年金として持つとか、そういう感じかな。長期で見てもホンダっていうのは上がっていくと思います。そして PR がね、10とか15になるように調整されていくはずです。今の相場を見ているとね。さて、1800円の株価、さらに50円上がったところで僕だったらエントリーします。損切りラインは1684円で、トレーディング開始ラインが1961円で、最高値から 3.5% 下落したり確定。でもう一回、あとアラーム設定してください。上が1840円で、下が1699円です。チャンネルの運営メンバー、悪の結社の募集の話をします。このチャンネルってめちゃくちゃ変わってるじゃないですか。YouTube チャンネルの成長と将来の展望について話すときに、僕の取り組みっていうのは非常に革新的であって、特定のニッチ市場に焦点を当てた成功例と言えます。これはチャット GPT に自分を検索するとね、書いてあるんですよね。投資をテーマにして VTuber としての活動は現在 YouTube 市場において独自のポジションを確立しており、特に投資に興味がある視聴者にとって価値あるコンテンツを提供しています。なんかそう言われると照れますね。で、コンテンツの差別化を行っています。ゲームの実況とかの一般的なエンターテインメントに偏っている VTuber 市場の中で投資をテーマにしたコンテンツは明確な差別化を行っています。メンバーシップ200人で登録者1万人以上の規模っていうのも、2時3時とかフォロライブっていうのは予想していなかったことでしょう。で、僕の資産目標はね1億円で、 VTuber 事務所とか会社を作る、まあこれは未来で分かってます。で、貧乏人と豊かな人と区別して成長と生きがいのコミュニティを構成します。夢の国ディズニーランドも入園料は1万円、それすらも投資できない人っていうのは入場する権利も与えられない。よって心と経済的にゆとりがある人たちで構成されるから、支援が担保されて幸せな時間を共に共有ができる。現在サブチャンネルを運用していて、コンテンツの作成は運営メンバー数人で作業しています。これはコミュニティの活動として、共通の活動をすることで一体感を生み出して人の居場所を作る副産物がたまたまできたんですよね。同じことをしている時間というのは幸せな時間だって僕も感じます。ここで学べる YouTuber がどのように人気者になってリーダーとなり組織を運営するか、そこら辺の一般庶民のゲーム実況 VTuber では到底行きつけない領域、リーダーとなり組織を運営できるのか。視聴している人の中には好きなことして生きていく VTuber を目指している人もいるでしょう。ゼロから始めると、僕の場合3年はかかりましたし、チャンネル登録者数1万人行く人っていうのは1000人に1人もういないくらいの 0.3% の確率なんですよね。まあ僕は慣れると思った。未来が見えていたので会社を辞めて YouTuber に宣伝しました。それは2021年5月のこと。このサブチャンネルも収益化の目処が立っていて、収益化ができたらそのお金で外注化するようになって、僕たちのメンバーの認知度を広げるために活用されていきます。おそらく VTuber 事務所プロダクションみたいな会社組織ができるでしょうね。で、早くここにねエントリーしておけば、一番最初に手伝ってくれるって言った人はこのチャンネルのディレクターとか右腕とか役員にもなれるでしょうね。僕はそう任命したいと思っています。悪役っていうことは、悪役はね、イカれたサイコパスというイメージがあるんですけど、普通に正しいことを言っているんですよ。ヴォルデモードの名言、この世に善と悪などないのだよ。力を求める強き者と力を求めない弱い者がいるだけだ。さあその意志をよこせ、いうのを僕すごくね、普通だ、まともなことを言ってるじゃんって。お金持ちと貧乏人は人種が違うくらい思考の違いがあるので関わるメリットがないんですよね。だからお金持ちは無口とかケチとか言われるけど、それは貧乏人の立場でそのイメージが広がっているんですよね。なんでかというと、分母貧乏人が多いから、その人たちに見せた方がアニメとか実績がつくじゃないですか。視聴率も高いし、実際のお金持ちは自分の子供にね、貧乏人には付き合うなとか、そういう描写って結構あるじゃないですか。でもそれってトラブルにあってほしくない、良い人生を送るために付き合う友達は選ぶべきだって、マルフォイはすごく当然のことを言っているんですよね。うん、そうだねって握手すればよかっただろうに。道徳的に非難されることでも、それって流行りなんですよ。20億人の信者がいるキリスト教でも罪人でもね、
娼婦でも平等に人権はある、人として扱うべきだっていう教え、当時はねこれ卑劣反社会的だったんですよ。だからね、僕の考えもお金持ちと貧乏人っていうのはちゃんと安全性を考えて分けるべきだ、それがもう東京ディズニーランドとかね、ユニバーサルスタジオとかあるんですよ、それを認めてくださいっていう。で、僕の理念に共感したもの、お金持ちが今まで肩身の狭い思いをしてきた、もっと自由に、ね、羽を伸ばしてツイッターでどやって活動できるために僕のコミュニティがあります。じゃあ僕たちのね、認知度を上げるためにはやっぱり組織力、グループ、人の力っていうのかな、人数がいるんですよ。だからメンバーを募集したいな、増員したいなっていうのが、運営役員から話があったので、まあ確かに僕もね、毎日動画編集僕自身がやって大変だな。だから悪の結社に加わりたいというメンバーがいたら3月から募集します。参加資格とか価格っていうのはメンバーシップの説明動画で詳しくね説明します。お金について堂々とね、食卓で日常の会話で話して何が悪い、そういうコミュニティを作りたい。最後にアンケートでコメントしてほしいんですけど、これねサムネイル結構迷ったんですよ。初め2番を考えたんですよ。でもあれフォントがちょっとごちゃごちゃになってるなぁ。あと外の東京タワーの景色が、東京っていうことをせっかく作ったのに見てほしいなぁ。あと14万円のそばに47万円下でもいいかなぁと思って結局1番を作ったんですよ。手取り14万円、それが無職になってお金増えた、どっちがいいかっていう話なんです。コメントで1か2番よろしくお願いします。サムネイルはね、結局僕のキャラクターを使う1番だったっけ、決定しました。意外と1番2番3番均等でね迷ったんですよ。ただ制作コストが低いっていうことと比較的、あとは違うサムネイルだったら僕のチャンネルってわからない人がいるんですよね。まあそれくらいだったら、まあ僕キャラクター固定した方がいいなと思ったんです。常に上を向いて努力を続けなければ上のレベルに移行することなんてできないんだよ。道を極めるということはそういうことだ。皆さんの夢は何ですか？思想は自由なので、法律を逸脱しない範囲で自由に生きていきましょう。僕たちの理念は幸せになっていこう。僕たちだけでね。自分が幸せになると、結局人に親切にできる余裕が生まれる。親切は感謝となって自分にリターンが返ってくる。そういうコミュニティが日本の常識になるし、当たり前となる。そういうコミュニティに属するかはあなたの自由。それでは、お疲れ様でした。バイバイ。